東大のフリーサイトを持つキャンプ場に行ってきたので報告していきたいと思います。まあ今回は長野ということで、何回かサービスエリアに寄ったのでその雰囲気も伝えていこう。ちなみにこれは神里サービスエリアで、花が綺麗だったので撮っております。花は綺麗だけど8月リアです。少しは喋らせてください。すまんすまん、導入だから問題ないかと。ここで有名なもの売ってませんでしたっけ。すまん、全く調べてなかった。全然ダメじゃないですか。今度は勢いで寄ったパーキングですか。お花摘みにな。でも景色が良かったから映すぞ。なかなか悪くなさそうな気配を感じるだろう。雰囲気ではなく見えてますけどね。全体的に広がってるからサプライズ不可能だ。でも街全体見渡せるのはなかなか爽快ですね。一応に山の名前があったんだが、全部読み上げるのは面倒なので割愛するな。雑ですね。ある程度にしないとキリがないからな。全体的にはこんな感じ。一望するとなかなかですね。しかし手ぶれするな。こういったキムチが結構いるからいい、注意だな。なんで撮ったんですこれ。なんとなく道の駅信濃に来ました。一気にワープした感あるのは動画のいいところですね。一気に長野ですよ。空気が抜群にうまいな。直売所は意外と財布が緩みがちだから困るよ。まあ見たことない野菜とかありますもんね。ここでは山菜の好み、吹きの塔などがメインにいました。天ぷらにするとうまいです。実は道の駅から10分以内にあるキャンプ場なんですよ。最近できたらしく、設備が新しいのとやたら広大なフリーサイトがいいですね。めちゃくちゃ広いのでファミリーテント展開もしやすいのがいいですね。なんといってもロケーションがかなりいいのもいいですね。自然いっぱいなのはいいことです。天気が良かったことも手伝ってます。キャンプ場の入り口ですね。意外と長い。散歩に出るには意外と不便ですね。ほとんどでかい通りに出ちゃうからキャンプ場内で散歩するのがいいね。実際出るとこんな感じ。確かに散歩には不向きですね。なんで来たんです。いや、通り沿いに廃墟があったんだよ。これなんだけど、新しい施設ができていくのとこうやって放置されていく建物があるのはなかなか対極的だなと思ってね。中に入るのですか。絶対汚いから遠慮しておく。ただ気になったから見に来ただけさ。戻ってきましたね。丘の上から撮ってますね。ドッグランですね。あと釣り堀かな。めちゃくちゃ広いでしょ。あそこに映ってるのがなんとトイレなんですね。なんとこのトイレエアコンがついています。快適すぎますね。まさかおしゃれなイタリアンですか。めっちゃいいじゃないですか。残念ながら当日は貸し切りだったんだな。実際はこちら天ぷらそばです。戸隠がそばなのでそばを食べるしかないでしょう。兄様そばはうまいですけど、兄様は全くうまくないですからね。厳しいね。晩飯はやはり肉を焼くしかないよな。今回はアンガスビーフでございます。アメリカの黒毛和牛枠ですね。近くのスーパーで売ってました。煙がすごい。でもすごく美味しかったですよね。油乗りすぎじゃなくて。椎茸も行こう。原木椎茸は香りが違う。これは塩でいきます。醤油じゃなくて塩ですか。椎茸の香りを楽しめるんだ。すっかり夜になりましたね。ランタン雰囲気ありますね。夕日も沈んでいい感じになってるな。ガスランタンの光もおつなもんです。今日は寝ますね。おはようございます。今回使ったテントですね。アライテントのエアライズです。道具紹介動画は需要があるようでしたらやりますね。兄様撤収して温泉行きますよ。はい、着きました。めっちゃ近いです。車ですぐです。黒い温泉ですね。さすがに温泉を直接取るわけにはいかないのでここは外観だけですね。めっちゃさっぱり系の湯室ですね。良きなのでぜひ行ってみてください。中には地ビールとか売ってるのでそちらもチェックしてみてください。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。